ちは。AKB48 チームメイト富山県代表のハルピョンこと橋本春奈です。ちょっと、でも今からじゃなくていいかな。どうしよう、ちょっとメイクをしようかなと思っていたんですけど、でもそんなにすぐに配信終わるわけじゃないから、もうちょっと引き伸ばしてもいいかなもうちょっと後からでもいいかな。まあやるか。こんにちは、言っちゃいます。ゆっくりのんびりメイク配信、イエイ。ただ鏡がないので、いや、あるんですけど目の前に大きいやつがでもちょっと遠いので、ちょっと目を近づけての配信になるかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。もうね、ファンデとかはね、だいたい終わってるっていうか、朝のうちにやったんですけど、多分落ちてよれてると思うので、こんばんは、こんにちは、どうも、ハロー。まあのんびりまったり配信なので、全然まったり見てください。コメントは欲しいですわがまま。ちょっと潤いを、顔に潤いを与えます。こんばんは、こんにちはか、まだこの時間は。ここに鏡があるじゃないか。このフィルムを剥がせば鏡になるぞ。これ剥がそう。よし、鏡誕生。すごい、めっちゃ揺れてるいて、頭ぶつけた。新しい生写真のサンプルが出てる。お、何の服ですか？何の服だろう？え、いつのやつこれ？テーマ何？これテーマなんだ？テーマ言われてる？これ。
なんかすごい昔に送った写真の。ね、桜刺さってたりするし。テーマは特に言われてない、書いてない、わかんないね。ホワイトデーとかさ、あったじゃん、いつもテーマ。何のテーマだこれ私の写真の統一感なさすぎて。やばくない？みんなそんな感じ？私だけ統一感ないのかな。私がパパパーって何か送ったってこと？待って、そんなことあるみんななんか統一感あるけど、私だけ統一感なさすぎ。私がじゃあなんかパパパーって送っちゃったのかも。嘘だ、忘れた、ごめん。まあでもハルピョンっぽいから OK 適当すぎる。ね、私だけ統一感ゼロ。このピアノのやつ、これ実はオーバードホールです。そう、私が4年前にチーム8の富山ツアーをさせていただいた場所、ちょうどあれから4年。本当はね、当日にそこ行きたかったんだけど、オーバードホールそう、ちょっと2日から姉の家に居候してるので、そうなんです。いろんな行きたいところにこの 2,3 日4日ん2日3日4日で行ったり、今日はちょっと雫公園の自主練をしてます。そう、雫公園が久しぶりすぎて練習しないとやばい、だから今してた。ファンデーション、次は眉毛もしてあるじゃーん、ちゃんと。すごいラップ音、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。今日髪の毛がね、ちょっといつも使ってるヘアオイルとかじゃないから、ちょっとキシキシ、つらいちょっとキシキシつらい。こんにちは、ありがとうございます。
すごい、いつもあんなにサラサラなのに今日のキシキシ感半端ない、つらい。やばおもろいぐらいすごっすごっ、あ、痛い、終わる終わる、なんで？うちの姉はこんないつもこんなキシキシなのか髪の毛お仕事中の時にさん、ハートありがとうございます。バラスペースゴーさんありがとう。ネバストップさん、ミラーボールありがとう。ちょっと待って、歌うけど何歌う？君の背中だ。君の背中はいつも届かないほど遠く、振り返るのを待つだけさ。ミラボールありがとうございます。多分シャンプー合わないはあるかもしれない、うん、あでも櫛通したら多分あれかも。それかもうね、自主練は終わって着替え、もう着替え終わったんだけどそう、自主練はもう終えた。その自主練中に髪の毛縛ってなかったからエアコンの風で髪の毛がキシキシなのかも。すごい痛い、痛いよ痛いよ、引っかかってる、痛い、めっちゃ抜ける。髪の毛いりますか？あとでこれ下掃除しなきゃ。こうやってさ、なんかシャンプー変えたりヘアオイル変えただけでキシキシになってる自分の髪を見ると、あ、普段のヘアオイルとかシャンプーって自分の髪に合ってるんだなって実感するわ。うん。パンダさん、なんだっけ、モヤットボールありがとうございます。ね、切れ毛がいっぱい、いりますか？
もサラサラには見えるでしょ。なんだろうこの、不満な不満な顔。何が原因？1043日、ありがとうございます。ちょっと疲れちゃったメイクしてる途中に疲れちゃった。ぼーっとする配信。どんな遥かはるか地平線に長い夜が明けるとき、腹筋死にそう。すみちゃんハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。キタスト浩平さんハートありがとうございます。すごい、ここの電気変えた方がいいよ。スタッフさんもうパチパチしてる。ここの電気ちょっとこれうわ、待って、やばい、ちょっと待って、やばいことが判明しているかもしれない、かもしれない、かもしれない。よかった。大丈夫でした。大丈夫でした。セーフ。大丈夫。危ない。でもそんな影響ないかも。今月は。あ、そんなことないな。ということで
顔を作りましょう、そろそろメイクしますって言って全然メイクしない人蛍光灯チカチカドッキリゆるドッキリの内容ゆる。左腕が上がりません。私は左腕を上げています。かワクチンかな。プリキュアって8時半なんだ。そんな遅かったっけ。なんかもっと早い6時とかのイメージ。そんな8時半か3回目私いつなんだろう。まだ6ヶ月経たないとダメなんですよね、確か。まだな気がする。1,2,3,4,5,6 まだですね、私6回目。6回目じゃないや何回ワクチン打ってんの私。3回目。6回目のワクチンはやばい、めっちゃ打つやんめっちゃ抗体作ってるやん自分の中に。いける。あ、やばいやばいやばい、あ、やばい、落ちる。6回目って何を言っているんだ私は。ちょ、ここ何、ちょっと待って、このセロハンテープはなんでここにあるんだろう。私は1回目も2回目もぶっ倒れてました。本当にすごい丸一日ぶっ倒れてた。丸一日以上本当にすごいですよ。まあ多分一回元がなってるっていうのが多分あれなのですけど、まずは打った3時間後に腕が痛くなってもう上げれないので、4時間後に打った4時間後ね、打った4時間後にもう熱が出始めて、で次の日全然早く起きちゃって、そう寝れなくてめっちゃ早く起きちゃって、そうで、まあ熱あって、で打って、これは何時間後、誰か計算して。
10時間後ん違う13時間後、15時間後にはもう38度。そこワクチンですよ、普通になった時じゃなくて。でもうもう一回感染したかと思うぐらい死んでました、その日一日、次の日か。症状なくなったのは分かんない、もうあの多分書いててしんどくてずっと寝てた。あとは、うん、それが1回目。2回目はでも2回目もでも2回目はね、打ったその後はあ元気、まだ元気だなと思ってたんですよ。あ今回これ私副反応、副反応ないやつだと思って、よしよしと思ってたら、また15時間後に38度って感じ。そうで全部の症状がもう腕が痛くないっていうのもなくなったのが4日後でした。そうワクチン接種2回目、1回目はもう忘れた、メモってもない、もう途中で終わってる、私の力がなくなった。そうだからなんか副反応なかったですみたいな人とかマジ羨ましいもん。えなんでですか、こんな副反応ある人とこんな副反応ない人の違い何何なんだろう、何なんですか、何が原因。反応が強い人は若い、よっしゃ若い、よっしゃ若い。よっしゃ若い、イエーふそうですね。確かにそれだけあれですよね、体が頑張ってるってことですもんね、入ってくんなよお前って言ってるってことだから。でも私どうなんだろう、1回かかってもうワクチン2回打ってるから、もうなんならワクチン3回目ぐらいじゃない。違いますか、次打ったら4回目みたいな、そういうことではない、そういうことじゃないのかな。そういうことではないのかな。そうですよ、だから副反応がない人はあれだって、それ言っちゃダメ。悲しんじゃう人がいっぱい出てくる。いやまあ、不安のない人でも嬉しいですよね。不安のは強い。そうだといいな、うん、ただ若いだけ。3回目のモデルの量が半分、どういうこと、難しいこと言わないで。難しいこと言わないで、あんま分かんない。
打つ量が半分ってことは辛くないってことですか？でもハルピョンいつ打ったか分かんなかったでしょう。配信とかも普通にしてたし、分かってたかな。打ってたんだぐらいでしょ。足元打ってたのみたいな。ね、気づかなかったでしょ。打ってないと思った、気づかなかった、わからんかった。よし、アイドルってすげえアイドルってすげえ、元気をくれるね。いや、なんか迷ったんですけど、言うか言わないか。いや別に言ってもなーみたいなと思ってやめました。まあ、いつか役に立つぐらいのその副反応とかはメモっとくけどみたいな感じ。そうそう、言ったところで、だってみんなが心配するだけじゃん。言っても大丈夫、副反応強いみたいなだからめんどくさいなと思ってうん、めんどくさいなと思って、うん、だって別にと思いながらそう、なんか早く終わってもいいんだよみたいな。じゃあみんなが優しすぎるから、そう、みんなの優しさがなんていうの、ちょっと優しすぎるよっていう。いや優しくしてね、でも優しくないとハピョン泣いちゃう。ピア、いい感じ。優しくしてね。いや、もう重いぐらい優しくしてください。お願いします。もう、はぁ？ってぐらい優しくしてくれないと泣いちゃう。だって箸より重たいもの持てないんだよ、ハーピョン。今頑張ってメイクブラシメイクしてるけど、もう重くてしょうがない。大変。
私のマイクだけめっちゃ軽くしてもらってるんですよ。そう、気づいてないと思うけど、だからいつもこのマイクを持つ時の小指が気持ち悪いんです。こうこういう小指で支えてるの、こうやって。マイクはそこにあるんだけどね、ちょっと持ってくるのがめんどくさいから。でもハービーは意外と強くてね、骨折とかもしたことないんですよ実は。確か頭ブランコから落ちて頭ぶつけたことあるけど、骨折はしたことない。でもね、多分足の小指は何回も折れてる気がする私。うん、もう何回もぶつけて何回も折れてる。心はもう毎日折れてます。つらっ。足の小指神経ありますよ。あるけど、あるけど痛いけど、何回もぶつけて何回も痛いけど、でも多分折れすぎて、うん。めっちゃ痛い時とかあるじゃん、折れてんだろうなみたいな思ってます。もう本当にびっくりするほど痛い時。私一回バスケの、中学校の時にバスケのボールで突き指してめっちゃ痛いと思って、やばーと思って本当に痛かったんですけど、なんか担任の先生が折れたらなんか色悪くなるから、色悪くなってないから大丈夫、マジ折れてないからって言われて、えっと思って、そんなあなた、ま、お医者さんの免許持ってるんですかと思いながら、ま、病院行かなかったです。はい、いいやと思って病院行かなかったです。うん、でもめっちゃ痛かった、本当に痛かった。え、すっごい痛くてもうぐるぐる巻きでしたもん。そう、でも病院はいいやと思って、めんどいからいいやと思って行かなかった。うん、
私指曲がってるんですよね、ほら。なんか見て、なんか全部キモい方向に曲がってるんじゃない？なんかこっち側に、なんか変なんですよ。だから絶対これ月指のせい。え、なんでなんだろう、なんでこんなキモいんだろうこの指って思うぐらい。なんかこう薬指に向かって、こっちか、こっちの指だとよくわかる。薬指に向かって、そう曲がってるの。なんで骨が変、ペンの持ちすぎ。そんなことあるよ、あるよとか言ってそんなことある、ないよ。まあでも勉強のしすぎってことにしとこう。なんかかっこいいから、そっちの方がそっちの方がかっこいいから、そうしよう。あ、私指長いですよ。多分同じ身長の人と比べたら長いと思う。手垂れはできないんです。だから指曲がってるから。あと爪がね、すぐ爪が弱くて、そう、こっちの手だけだと、こっち手のひらだけだったらできるかもしれないけど、そう手の甲タレントはできない。手のひらタレントはできる、タレントはできないんですよ、あ、手相占いの見本確かに。やりますか。どう、目全然違う。そんなこともない、ちょっと違う。ちょっと違うね。まあちょっとここのね、照明がちょっとあれなんですけど、目が左右で今違います。前髪が気になるけど、まあいいや。ちょっと大きく見えるかなぐらいかな。前髪気になりすぎる。昨日はね、二重がキモかったの。なんか今日のね、今日癖つけてるんですけど、昨日の二重キモかった、
なんか起きたらあんな感じだったんだけど、キモくてそう、キモくてキモくて、でもなんか見た感じは可愛いんだけど、こっちそっちのなんて言うんだろう、ちゃんと見たらちょっと、でもパッと見は可愛かったです。日によって変わります、めっちゃ。私寝れてるか、昨日の夜から今日にかけては、2時、3時になってたかな。いや、2時ぐらいだったかな。2時から9時ぐらいの睡眠なので7時間ぐらい寝ました。私ほんと絶対夜型人間なんですよね。なんか10時から12時がシンデレラタイムみたいな言うじゃないですか、お肌のシンデレラタイムだよみたいな。だから本当はその時間に寝たいんですよ、私本当は。もうその時間にはもう寝てたい。だから9時ぐらいに寝て6時ぐらいに起きたいんですけど、9時に寝て6時に起きたら9時間寝てる、めっちゃいい睡眠。でもさ、全然できないそれが。夜悩むね、 YouTube も見るねまずショールームをね12時までやってるってことがもうアウトなんですけどそう、まあ、あとはねご飯、私のうちねご飯の時間が遅いんですよ、ちょっと多分人より。周りの人よりご飯の時間がちょっと遅い、ご飯開始が。橋本家そうなんですよね、私が作ったら何でもなるんですけど、アピョンが作ればいいのにアピョンが作ってパパとママが帰ってきて、あ、食べれるねっていう状態にしとけばいいはずなのに、なんからないんですよこの女いつもママが帰ってきてから作るから遅くなるよね、そりゃ。すいません、パンダさんミラーボールありがとうございます。遠く振り返ると松だけさ、声をかけてもきっと街のノイズに消され、愛しい気持ちが行き場を失う。ありがとうございます、ミランボールありがとう。電気圧力鍋ありますよ、うちに。電気圧力、圧力鍋、電気かわかんないけど、圧力鍋あるよ、うちに。うん、ママがたまにそれで手羽先じゃなくて手羽元をなんかいい感じに甘辛く煮たのを作ってくれる。うまい、それめっちゃうまい、めっちゃそれうまい。
美味しそう。やったやったやったはよく分からんけど、でもミヨンさんはお米が炊けないんでしょ。私お米を炊けますから、はい、お米を研ぐことはできます。なのでへへへ、はい、大丈夫、米は研げるよ。やればできるってさっき配信で言ってたミーヨンさん、いや人間やればできるんですよ、そりゃ。わかんないけど、私もやればやろうと思えばできるんですよ。そう、私だってやろうと思えばできます。でもそれをやるかやらないかですよね。私はやらない、多分ミーヨンさんもやらないタイプの方だと思います。いや、わかんない、勝手に推測で言ってますからね。あのこの間のテレ東さんのがあっての推測で言ってるので、めっちゃミーヨンさん料理できたらごめんなさいって謝ります。すいません。いきなり今から一人暮らししてねって言われたらどうする。どうする？どうとは？どうってどう、どう？逆にどう？え、コンビニは多分コンビニ生活はしないと思いますよ。高いから。毎日カツヤ通うかも。うん。ウーバーもしない。ウーバー高いから、やったことない。うん、ホットモット、なるほどね、美味しいよね、ホットモット。え、どうすんだろう、確かに。でも今さ、買い物さえすればさ、多分さ、人間誰でもできると思うんですよ。だってなんかあるじゃないですか、料理アプリみたいなのが。なんか多分ね、できる、やろうと思えばできるんだよ、誰でも。人間みんな料理は。でもそれをや、だからさっきも言ったけど、それをやろうとするかやろうとしないかですよね。だってそれ通りにさ、そのレシピ通りにさ作ればいいってわけでしょ。そんなの余裕じゃん。やらない人間なの、ごめんね。でも私唐揚げ作れますからね、言うとくけど。もちろんママが作る唐揚げの方が美味しいけど、でも
それには勝てないけど唐揚げだなっていう唐揚げは作れますよ。はい、レシピは知ってるし作ったことも一回ある。だからえ、唐揚げ作れるのは強くない？唐揚げしか作れないけど、うん、うちのコンロが IH に変わってから揚げ物ができなく、え、IH だと揚げ物できないんですか？うち IH じゃないから分かんない。でもおばあちゃんち IH、 IH だと揚げ物できないんだ。あ、 IH 非対応の鍋、あーなるほどね。鍋問題ね。鍋買いなよ鍋問題ね。アルピオン、恋愛にレシピはないよってきたしないから大丈夫する気ないからする気ないから大丈夫。お腹があった、ごめん。市販の鍋焼きうどんでも IH でできないものがある。鍋焼きうどん市販で食べないもん。鍋焼きうどんはうちはいつもあこだから、糸醤、糸醤しか勝たん。絶対みんなマジ糸醤一回行ってほしい。本当にバカにしてるかもしれないけど本当に美味しいんだから。こう地元だけど行ったことないわ、マジ損してる本当に。私なんかこれ食べない人人生の何回は損してる、え、人生何年損してるよみたいな人いるじゃないですか。よく言う人いるじゃん。でもそれ意味わかんないなっていつも思ってるんですよ。でも糸醤だけはマジ違う。食べた方がいい、うん、よし、ほぼ完成。あ、そうです、日村さんが来られたバナナマンのせっかくグルメで紹介されたところです。イエスイエスイエス、せやで。橋本家のカレーはパパが2個作ってくれて、ハピョンは辛口しか食べ、あ、間違えた間違えた、ハピョンは甘口しか食べれないから甘口で、パパとママは、あとお姉ちゃんも中辛
です。あとなんかね、辛口と甘口を混ぜて作ってる時もあるらしい。なんかそこは分かんないけど、私はいつも甘口。うん、甘口しか食べられないんだもんだって。それで急に行、うん、元から糸庄さんは結構行列だったよ。うん、パパは料理できるっていうか、なんか決まってて、うちチャーハンとカレーはパパ決まってるんですよ。そう、あとホットサンド。パンダさん、ひしもちありがとう。にしくんさん、にしくん23133、プリンアラモードありがとう。焼きそばは、まあ、ママの時もあればパパの時もあれば、そう別に、あ、すき焼きもパパです。確かに。でも切るのはママ、作るっていうか、まあ、作る、なんか鍋はパパかも。確かに、すき焼きとかしゃぶしゃぶとか、あ、お好み焼きもなんか、そのそういう、なんていうんですか、なんか食卓囲んで食べますみたいなご飯は基本パパでも、なんかなんていうの、その具材を準備するのはママだから、そうそうそう、どっちって言えない。まあ私は何もしないいや、ちゃんと持っていきますよ。その台所からご飯食べるところまでこうやって持ってって、これ持ってきてって言われたら持ってくし、持って帰ってって言われたら持って帰るし、持って帰る、台所に持って帰るってよく分からんけど、まあ、持って帰ってって言ったら持って帰るし、やることはします。でちゃんとしゃぶしゃぶも自分のお肉はちゃんと自分でやるし、私がね、あのしゃぶしゃぶ用とかすき焼き用のなんか薄い切り餅みたいなのあるじゃないですか、それは私担当だから、パパに入れてって言われたら、あ、よって言って入れますそれはちゃんとやります。でもそれ以外はって感じ、別にやることない、やらなくても回ってるやらなくても回ってるから、むしろ邪魔だと思うから。ハルピョン変色、変色、多分変色、変色、そんな変色かな、まあなんだろう、出されたら食べるけど、じゃあ自分で好んで、その毎回なんかいろんなものを食べますかって言われたら確かに違うかもしれない。出されたら別に食べないわけではない、食べるよ。うん、そうね、って感じ。お菓子好きそう、いやーそんなことはないんだよな、意外と。そう、なんか人間がよく嫌いっていう人参とかピーマンとか別に食べれるし、グリーンピースも食べれます、玉ねぎとかも食べれるし、なんか辛いもの苦いものとか大人の味のものが無理なだけで、別にエビチリとかネギは、え、どういうネギ
どういうネギ？別にあったら食べますよ、ネギも。でもそのなんか、じゃあトッピングにネギ入れる人ってなった時に、あ、いや大丈夫みたいな。そう、ネギトロだって、ネギトロだってさトッピングじゃん結局。あ、大丈夫、そうそうそう、感じ。ネギマのネギもだって焼いたら甘いから美味しいから食べます。ゴーヤを食べようっていう機会がないですね。今マスカラをするか迷ってるの。あ、でも魚系の苦手はいっぱいある。白子とか食べれない。レバーとか、魚じゃないけどレバーも無理。そういう内臓系は苦手です。でもだからそれも大人の味なものじゃないですか。だからお寿司屋さんに行って頼もうってならない。なんかね、エビはね、そのものによるんですよね、本当に。エビフライとかすごい好きだしなんですけど、なんかね、ものによるんですよ、うん。そう、ウニは苦手かも。苦手っていうか、食べようってならないかも、別に。貝類も食べようっていう気持ちにはならないけど、うん、別に。ホタテとか好きですよ。でもお寿司屋さんに行って食べようってはならない。だったら別の中トロとかブリとかで食べたい。牡蠣はね、パパがね牡蠣 NG 出してるんですよ。なのでうちに牡蠣が来ることは基本ないですね。あとなんだ、でも大葉とか食べれるよ、めっちゃ好き。シソめっちゃ好き。うちよくねお弁当にあったのがシソのちくわ巻き、ん、ちくわのシソ巻き、どっちだわかんないけど。マスカラしよう。天ぷらは一番好きなものはさつまいも、かぼちゃ、イカ、あとはエビも好き。え、私ってそんな偏食なイメージあるんだ。え、本当になんか辛いものとかが食べれないだけで別に。あ、なんかすごいのついちゃった、やべ、なんかすごいのついて、やべやべやべ。ラーメン大好き、中華好き。でも中華エビチリ苦手、辛いから。そう、なんかジュルとか泥とかそういうのが苦手かも。そう、なんだろう、しっかりしてる、食感がしっかりしてるのは好き。かな。でもあんかけとか大好き。謎、ジュル泥じゃん。つけ麺は魚介つけ麺が一番好きです。
天津飯一番好きよ。天津飯なんてもう最高じゃない？だって私卵オムライスがすごい好きなんですけど、卵が乗っててご飯で、その上から私の、あー、うわー、逆さに落ちてった、やばい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 、大丈夫か、何も落ちてないか。え、とろろ大好き。よし、日曜の朝ごはんとろろになることがたまにあったんですけど、もう日曜楽しみだった。富山で天津飯酢入る、入ってんじゃない、てか王将とかは置いてある。だからおいす、おいすっていうんですか、できます。納豆はね食べれるんだけど、なんかあの混ぜは少なめで、そう、すっごいめっちゃ混ぜる人でいるじゃないですか、それはダメなんですよね。混ぜ少なめで、でもタレによるんだよな。え、食べれるんだけどね、全然食べれるんだけど、なんかね美味しいタレのやつがあるじゃないですか、基本それしか食べない。あ、またついちゃった、待って、マジ鏡欲しい。ちょっと鏡ないとめっちゃ下手、マスカラやばい。このショールームの画面ではなんていうの、遠近感が分かんない、まつげと。まぶたなんていうの、目尻ね、遠近感が分かんない。天ぷらは塩派？え、どっちでもいい。塩。抹茶塩うまい、抹茶塩。でもタレでも平気。あ、私ちくわの磯辺揚げ大好き。うん。でも別に。なんかすっごいこだわりがあるわけじゃない。なんか好きなものはとことん食べるみたいなこだわりはあるけど、でも別になんかこれはこうじゃないと食べませんみたいなわけじゃない。でも食べるけど、なんかこうがいいなっていうのはあるかな、うん、あ、マスカラ濃くなっちゃった。食べ放題行かない、うーん、まあ、なんで行かないかって絶対元取れないから行かないですよね。なんか昔はなんか友達とそのなんかしゃぶしゃぶ食べ放題とか、なんかそういう本当にこれそれこそこういう状況下になって人とご飯をつつくっていうことをしなくなったから、そう、その影響もあってなんか行かなくなったっていうのはあるかもな。でも久々にしゃぶよう行きたい。
シャブヤオってさ、なんか家族と行くもんじゃないんですよ、うちは。だったら家でしゃぶしゃぶしようよってなるんですよね。だなんか友達と行く場所って感じ。それこそ高校のなんとかの打ち上げとかで行く場所みたいな感じだったから、もう本当にしばらく行ってない。この状況になってからは絶対行ってないので、2年以上。マカロン好きそうなイメージ。そうか、物による、味によるかな、うん、別にでも嫌いではない。でもマカロンとムーンライト、どっちか食べれますよって言われたらムーンライト食べるかも。夜の配信はありません。うん、そうだな。だから本当にしゃぶよ行きたい。一緒に誰か行きますか。でも2週間、今どんくらいなの、その人にうつさなくなるよみたいな期間をあれしてください、開けてください。はい、人に会わない2週間とかを過ごしてから一緒に行きましょう。7日、もう7日なの今。もそうなんだ。よし、マスカラもギャンギャン。心のてててててて、どれだけはてばてたて、てれてててて、て想像上のジェラシーの羽。あれ、羽を広げたまま。ちょっと待ってね、今生誕グッズ、ちょっと直し入ります。生誕グッズ、香水は絶対これ使ってますみたいなのはありません。でも基本私が持ち運んでるのは、なんだろう、100均の容器に詰め替えたから分かんない。
なんかフローラルな感じの匂い。でもつけない持ち歩いてるけど全然つけない私。うん、素の匂いで生きてる。そのそっちの巣じゃない、普通の匂い、なんていうの、なんか私が望んでる色と違うんだけど、素材の匂い、素材の匂い何柑橘系の、いや、これはフローラル系です、お花系っていうんですかの匂いです。めっちゃ頭皮見られてんの？やばい、はずい。夜配信はありません。夜ご飯は何を食べる予定ですか？予定何にも決めてないな。その時の気分。
ともっと食べたくなってきた急に。結構いいんじゃない？ちょっと私のセーターティー、今回はタオルよりセーターティーを結構凝ってみましたって感じ。まあどっちかってなったら、まあセーターティーの方をみんなには絶対ゲットしていただきたい。なんかね、聞いてください。あ、待って、ネタ出しから、ちょっと待ってね。ちょっと一瞬待っててもらっていいですか？すぐ帰ってくるんで、絶対、もう絶対、もう3分以内には帰って、3分だって5分は無理じゃん。5分経ったら私があれになっちゃうね。ちょ、3分だけ待っててもらっていいですか？3分、ちょっと待っててね。早いでしょ。めっちゃうちさ、さっきからさ、メンバー来たらなんか警備員さんに言う係みたいになってるんだけど。おもろすぎる。30秒でした？警備員さんもびっくりしただろうね。私急に走ってって、下にメンバーいるんで開けてもらっていいですか？ウケる。マネージャー、マジマネージャーさん、自分で開けれないから私。開けてあげれないの。そうそう、だから申し訳ないけど、警備員さんにすいません、お願いします。受ける、自分で受けてる。
結構大人っぽメイク。もういいかな、配信終わろうかな。でもまだ暇なんだよね、まだ時間ある。髪色何色です。何の音わかんな。髪色何色で ですか。多分ね、電気の色で違う色に見えてるかもしれないんだけどね。なんか光に当てたらピンク紫色っぽい色になるようにしていただいてます。そう、今ちょっとオレンジ色の光なので、ここの電気があれなんですけど、綺麗な色でしょ。結構いつもこんな色。なんだその星は、なんだその星は何の星だろうブリーチ、ブリーチかな。ブリーチはしてません、一回もしたことない。病院は月1。そうですね、まあ、お仕事のあれにもよるけど、この間2ヶ月空けて行った時は髪の毛の状態が終わってたやっぱ月1ぐらいが いいですねってこの間1ヶ月経った時に行った時に言われて、いやそうですよねって話をしてましたやっぱ2ヶ月空けちゃうと前みたいにちょっとダメージが出てきますもんねって話をしてました。次は髪色何色。いやそんな、これまあ髪ちょっと切るくらいかな。そんななんかがっつり色変えますみたいな感じではない気持ち。まあ、B に行く前に切ります。まあ、むしろ B に行ってから切るかもしれないけど、わかんないけど。だから私の髪のこの長さが見れるのも3月4月が最後かな。4月頭には多分切っちゃう。4月中旬なのかな、わかんないけど。だから4月3日ももしかしたら切ってるかもしんない。どうだろう、ちょっとわかんない、まだ。迷ってますが、3月中はでもみんなのようやく楽しみにみんながしてくれてた色にする予定なので、ちょっと一個あれが終わってからだけど、あ、そんなショートにする予定はなくて、これくらい切るだけ。10センチもないかな、8センチぐらい。でもみんなになんか似合ってないとか、マジ戻せ髪色って言われたとしても、切るんだからって言います私。あのこれ先に言っときますね、
あの本当にもうレイナがなんかどんだけ似合ってないって言っても、まあ、ピョンドの皆さんはね可愛いよって言ってくれると思うんですけどあの私は何を言われても切るんでって言います。何色にしてもいいじゃん、切るんだからって言いますねはい、だからそうですね、早く楽しみにしてて。もう美容室の方ももうめっちゃもうとにかく美容室の方はなんかブリーチしたいっていうより私の髪の毛を切りたい、早く切っちゃいたいらしくて、そう、まあ、確かに毛先の痛みがすごい強いんですよ。ここら辺はすごいトゥルトゥルなんですけど、ここら辺はもうなんかカシャカシャみたいなそう、触り心地とかも全然違うので早く切ってもらいたいんですけど、でも髪色で遊びたいっていうのもあるので、それが終わったら切りますので、楽しみ、私本当にすごく楽しみ。いや本当はね2月の段階ではもうやってる予定だったんですけど、まあ、ちょっとさすがにそれではいけんなっていうお仕事があってそう、それがあってって感じかな。マック値上げ？マジ？なんで？何のために？何のために値上げするんですか、マックさん。優しくしてよ、うちらに。お財布に優しくしてよ。ナゲットも意外とね、あれ1個で200円って結構高いですよね。だからなんか15ピース390円の時にいつもママが買ってくれるそう、なくなった。小麦とかポテト値上げすんの？やばい、ポテト、やだ、ポテトの値上げはやだ。マックはグラコロの時期だけでいい。やば、絶対やだ。月見バーガーの時期もないと無理。仲良くできないわ。そんな、それだけの時でいいって言うなんて仲良くできない私。月見バーガーも残して、こんにちは。モス行くよ、モス大好き。モスはね、私モスバーガーに行ったら絶対に頼むもの、それがオニオンリング。あ、そう、そこの影響なんだ。あにゃ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 、もうみんな仲良くしてよもう喧嘩は良くないよ。うん、喧嘩したっていいことないよ。いや、私いつか一人焼肉に行ってみたくって、そう、焼肉ライクあるじゃないですか。え、なんなら劇場の近くにあるよね。行ってみたいなって思って行ったことないんですけどうん、行ってみたい。
安いかは分かんない、知らないです。安いんですか？17時までご飯おかわり自由。え、いい、ご飯はいらない、ご飯は最後に私カルビクッパ食べるぐらいでいいです、焼肉は。うん、待って、分からん、日本語が分からん私、ごめん、どういうことだ。一人焼肉ってダメな、寂しいのかな。でもこういう時期だから別に良くない、そんな寂しいとかなくない、むしろ一人で焼肉行ってる方がなんか安全安心じゃない。でも私結構一人丸々できるタイプの人間で、なんか周りの目は確かに気になるんですけど、一人で行くから寂しいみたいなことは別になくって、例えば一人映画も一回やったこと、一回かな、したことあるし、そう結構あるよ。多分それこそこの活動してから一人丸々できるようになりました。なんか別に、だって人と時間合わせるのの方が大変。うん、周りの目を気にしちゃうのはあるかもな。でも周りの目さえ気にならなければ一人で何でもできます。うん、一人でできないこと、なんだろう、あ、旅行とか、確かになんかそこの雰囲気が楽しいみたいなのは確かにあるかもね。一人じゃ嫌かも、それはあるかも。一人で旅行に行きたいとはならないな。一人ディズニーは私多分無理。その寂しいとかじゃなくて場所がわからない、方向音痴っていうか、なのでなんかディズニーに詳しい人がいないと一緒に無理ですね。うん、どこに何があるか分かんない。ファミレス一人で入れる、え、全然、私よくいるよ、よくいるよとか言ったらなんかあれですけど、あのシックの上のサイゼリア。高校時代めっちゃいた、私よくいた、うん、一人で勉強してた、安いし。もう行くのやめよう。よくいるよとか言っちゃったから行くのやめよう。ラピオ、一人でナイトプール行ってたら補導されちゃうよ。16歳以下ゲーセンいたんだから、ん ?16 歳以下だと思われてゲーセンで怒られたんだから、怒られてはないけど。ハルピョン普段は明るい子なの？いや、ずっと布団にいた、え、マジ何もなかったらずっと布団にいたいっていうタイプの人間。え、もうな、本当に何もしたくない人です。明るくはない、なんか周りの雰囲気とか空気に合わせられる人間。ただなんか、え、それはっていうのは合わせれない、それはちょっと常識っていうか、そのなんか度が外れてるよみたいなのは合わせれないけど、そう、でもなんか別に、なんて言うんだろう、なんかそれこそ夢見るといるときは夢見るのテンションだしみたいな、そう合わせれる、全然合わせれるし、うんって感じかな。
ぼっちが好き、まあそれはあるな。ぼっちが好き、うん。何も考えなくていいじゃん、一人でいたら。ただずっと好きな YouTube とか好きなドラマ見て、もう何にもしなくていい時間が一番好きです。なんか周りの人がどう思ってるかなとかって考える時間が一番嫌い。うん、じゃあ考えなきゃいいじゃんって思われるけど考えちゃう。うん、そうだね、考えちゃう。難しいよ。どうだっていいって人になりたかった。無理だった。全然どうだってよくない。人の目しか気にしない。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。お友達は広く浅く、いや狭く浅く、広く狭く浅く。うん、です。なんか別にいっぱいいるわけじゃないけど、でもそれなりに人生を送る上で、生活していく上での人とのコミュニケーションっていうのはできるつもりだけど、なんかあった時になんか頼ろうとかっていう人いないかも。誰に頼ったらいいんだろうって気持ち。だからいつも配信でぶちまける、うん、配信でぶちまける。そしたらなんかまあ良くない方向に行きがち。そうそう、だ友達がいれば多分問題ないと思うんですけど、私のねこの感じは別に何にもなら、なんて言うんだろう、こんなにそうだとは思うんだけど、なんかね、いやなんかゼロではないんですよ別に。私も友達っぽい人はいるんですけど、なんか例えば地元の友達とかに、じゃあなんかお仕事でこういうことがあってって言われても、いや別にそれはさみたいな感じじゃん。仕事の話だから、なんかどこまでしていいのかもわかんないし、そう、人間は信じるものではないって思ってるので。そうそうそう、だからむずい。でもかといってなんかそのメンバー同士で喋る、じゃあ喋ればいいじゃんってなるかもしれないけど、なんか人それぞれ置かれてる境遇が違うじゃないですか、特に AKB って。だからなんか誰に、難しいですね。はい、うん、誰に言っても多分私のこの今の状況をなんか、いやわかるわかるっ
って思ってくれる人がいないと思ってるから、え、だってじゃあってなるじゃん。え、いや分かる分かるって言われても何が分かんだよって思っちゃう、絶対後ろで裏で、いや分かんねえだろって思いながらいやみたいな、分かんねえだろって思っちゃう、うん、そう、なんかメンバー、うん、なんだろうな、友達別に、なんだろう、うん、嫌なわけじゃないっすよ、ただなんていうかな、人それぞれだし、この特に AKB はって感じかな、うん、だから多分相談しても違うよねみたいな感じはあるかも、うん、でさ、思ってもないとこで変にその話が広まってさ、私が予期してなかった風にニュアンスに理解されるっていうのも一番嫌なんですよ私。一番嫌だけど一番されがち私よくされがちなんですけど、うん、まあ、それを避けるためになんか喋らない、そしたらたまりにたまって配信でぶちまけてもう一番最悪な方向に行ってるそうそう、そんな感じかな、うん、ありがとうパンダさん、お姫様、おひな様、ありがとうございます。ということで橋本のショールームでした、終わり急に終わる、終わっちゃいます、ちょっともうちょっとだけ、あの雫をちょっと頑張ってここに大きな鏡があるので起こしていきます。ということでランキング読みます。いきます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位ネバーストップアット、当てたいライブが多すぎてゲル、わかんない、ありがとうございます、なんていう字だろう。3位マックミックさん、ありがとうございます。4位西くん2313さん、ありがとうございます。5位バージョン R さん、ありがとうございます。6位仕事中無音ニヤニヤ山内さんおもろい、仕事中無音でニヤニヤ山内川柳ありがとうございます。8位すみちゃんと橋本へのプレゼントが届いたがミスってピエン、何ミスっちゃったの、でもいいよミスっててももらいます。え、何、なんか例えば名前入れるやつ間違えて自分の名前入れたとかですか、それはちょっとどうしたらいいんだろうでも全然ミスっててももらいますありがとう。9位ブルーあと台湾さん、ありがとうございます。10位キタスト光栄さん、ありがとうございます。11位レクサあとピョンズさん、ありがとうございます。12位ビンゴ、違うじゃんそれじゃないじゃん好きって言ってさんありがとうございます。
13位伊賀の藤丸さんありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。ありがとうペコリ。ラッキーエイト読んだっけ？読んでない。本日のラッキーエイト88は、じゃん、パードン2号さんです。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。また明日は夜かな配信って思ってるのでよろしくお願いします。それでは。おやすみなさーい。早いけど。バイバーイ。ありがとう。あ、最後にキャッチフレーズしますね。すいません。はーい。ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、はるー。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、あなたにきっと間違えた8421人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハーピョンこと橋本るなでした。皆さん本日はありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。またね。切れてない。